今日聞いたんですけどね、私今食店にも吸って、今10キロ程度なんですよね。最初に20キロぐらい当初来た時やってですね、私のこの全くトレーニングされてない体がすぐに壊れそうになったんで、あ、これはまたやばいなと思って、まず、荷物なしで、ちょっとやって、その後に、ある程度体作ってから徐々に、重りを増やしていこうと思って、3ヶ月ほど荷物なしで行ったんで、今10キロ背負ってるんですね。でこれで、何ヶ月かやってから20キロにしようと思うんですけど、10キロ程度ってボーイスカウトの方々が背負ってるぐらいという、すごく軽い重さらしいんですよね。で毎日山に登って意味があるのかわかんないんですけど、とにかくやらないよりかはいいんで、とりあえずこれを続けてます。はい、今日も雨です。風が強くてやられました。こんなの持っててもしょうがない感じですね。そう、ピークって雨になっちゃうとお客さん激変ですね。この上のモールは大変ですね。さて本日の一本です。これがオーガですね。横がウッドです。これは本当にかっこいいんですけどね、かなりの本数あったんですけど、うちもうなくなってしまいました。ほぼこれがラストぐらいです。でこちらのゴールドもですね、渋い色でかなりかっこよく決まります。高級感あるメガネとして決まります。ちょっと不意に見つけたんですけどね、6年前に書いてた、もっと前かな、ブログなんですよね。で今ずっと読んでるんですけどね、いいこと書いてるんですよね。なんかこう6年前に負けてる気がしますね。